こんにちは、孝太郎です。今日はですね、質問をいただいたので、それについて答えていきたいと思います。YouTube でいろいろな動画を見ても、一切歌がうまくなりません。喉声を解消したいです。というメールが来たんですけれども、まず、何ですかね。これを読んで、こう、なんかいろいろ、ちょっと感じるところはあったんですけども、まず、いろいろあるんですけどね。こう見てもうまくはならない。っていうのは、まず一つですね。見てもしょうがねえなって話ですね。実践してなんぼなんですよね。で、実践本当にしてたら、こういう回答にならない。回答っていうか質問にならないんですよね。実際どういう練習をしてるのかとか、何に悩んでるのかとか、これだと全然わかんないんですよね。だから答えようがないなっていう感じが一つで、まあ、字面だけを見ると、見てもうまくならない。そりゃそうだって話なんですね。見てもうまくはならない。まあ、ぶっちゃけそうですね。動画、まあ見てもいいですよ。見るのはいいんですけど、私も昔はね、こうなんかいろいろ情報調べたりとかしましたね。ただまあ昔はあまり YouTube とかなかったので、そんなになかったんですけど、動画1、実践級、このぐらいですかね。何ですかね、こう、ポイントはですね、練習法じゃないんですよね。ポイントは練習法ではない。ボイトレの練習法っていっぱいあるんですよ。まあ、私もまあね、こういうふうに発信してて、なんですけど、いっぱいあるんです。もう調べるとすごいいっぱいあるミックスボイスとかミドルボイスとかなんとかかんとかとかやれなんとかとかまあなんか難航外だなんだかんだっていろいろありますよね。で、正直よくわかんないじゃないですか。読むだけだと。こうかなって思ってまあいろいろ試すんですよね。で、その時に結局わかんないんですよ。直接指導受けたりとかしないと。だけど、頭の中でぐる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 回してても、どうせわかんねえんだろって話なんですよね。私も全然わかりませんでした、結局。で、私はどうしたかって言ったら、まあ、ようわかんないので、情報を見るのをやめた。私の場合、孝太郎のケースは、もう、どうせわかんないから、情報を見るのやめた。ですよね。あと、実践しかしない。あと、もう実践、動画ゼロです。実践10。で、実践も、超シンプルなやつだけですね。もうだから、ぶっちゃけロングトーンやってたんだよね。私はね。ロングトーンです。ロングトーンもうロングトーン以上みたいな感じですね。まあ、ロングトーンのやり方とかは、まあ、もちろんありますけども、ロングトーンだけです。で、まあ、それを結局どんぐらいやったんだっけな。1年半くらいですかね。1年半くらい、こう、ロングトーンばっかり、ずーっと、まあ、その間全然歌ってもいないっていう。歌う気もしなかったので、歌ってもいないで、自分の声そのものをよく聞く。自分の声と、もう、誠実に向き合う。っていうことだけをしたんですよね。もうそしたら、まあ、あれ?という感じで、久々にちょっと歌ってみたいなぁと、なんか知んないけど、その時思ったので、歌ったらむちゃくちゃ簡単に歌えるようになってたんですよね。何だったんだ、今までのって感じなんですよね。だからもう、練習法そのものだけだと、あんまり、ああ、なんか、練習法にとらわれてたなぁと、なんかこういう声出せなきゃいけないのかなみたいな感じで思ってたんですけども、なんか、そう、だからそんな感じだったんですね。でじゃあ、私のケースはこうなんですけども、本質的に必要だった、だったことは何かっていう話なんですけども、これは、言ってしまうと、自分の感覚に従うってことがすごく大事だったんですよね。どんなことよって話なんですけども、心地よいか、心地よくないか。今出してて、声出してて気持ちがいいかなとか、なんかちょっと変だぞって感じがするのかどうか。これはだから何ですかね。表面的に負荷がかかってるとか、そういう話ではないですね。
なんかこう無理してるぞとか無理してないぞとか無理してないっていうか心地がいいなとか出してて気持ちいい。もちろんその私も高音とか出すときとかは、はっきり言って結構辛いんですよね。辛いっていうのは筋肉的には高音とかは結構使うのでやっぱりね。だけどそこに心地よさがあるんですよね。もう昔はもう低音だろうが中音域だろうが何だろうが声を出す、あーって出すだけでもうなんかきつかったんですよね。その時は気がつかなかったんですけど、出してる時はね、もう一生懸命出していたので、なんかいろいろこう頑張ってたんですよね。そうの時は気がつかなかった、気がつかなかった、気がつけなかったんですよね。なんだけどもそこに心地よさがないってことに後で気づいて、で、あ、心地いい声ってのはこういう感じなんだ、自分にとってですよ、自分にとって、自分にとってでいう、人からね、人が今の OK ですとかって、あ、そんな感じですよって言ってくれるのはなんとなくない指標にもなるんですけども、どうせ分かんないんですよね。本人じゃないとなかなか分かんないっていうか、納得感が生まれないんですよね、自分的には。いいのかな、本当にそれでいいのかなとか言って思ってるうちはもう全然ダメですね。結局自分の感覚で、あ、やり続けてると、あ、こういうことかっていうのは分かります。必ずどっかのタイミングで。だけどそこにはもうこれが絶対必要なんですよ。実践が、実践実践実践、もう実践実践実践、もう実践、もうごちゃごちゃ言っとらんでやれみたいな話がやっぱ必要だったんだよね。もうついつい私もうなんか調べるの好きなんで、こういろいろ調べちゃってたんですけど、頭ばっかりね超えちゃってね、全然実践してねえじゃんっていうか、お前歌ってねえだろみたいな話になってたんですよね。うん、すごい残念なことしてました。というわけでですね、で、この、一切歌が上手くならない。だから実践してたら、一切歌が上手くならないわけないんですよね。なんか上手くなります。で、それがなんか、エジソンとかも、なんか電球発明するときとかに、なんか、何万回も失敗して、で、それ辛くなかったんですかとか、よく続けられましたよねとかって言われたときに、いや、なんですかね、失敗する、したとは思ってないわけですね。うまくいかない方法が分かったって言ってるだけで、成功するのは、当たり前っていう感覚なんですよね。エジソンとかのね、こう、研究者って、あんなん続けられるわけないじゃないですか。ああ、また失敗だ。また失敗だ。まだダメだ。これダメだ。みたいな感じで思ってたら、そりゃ心が折れるでしょって感じなんですけども、これは成功するのは確実で、それへの過程だから、これだとうまくいかないって方法は分かりましたよ。じゃあ違う方法試そう。みたいな感じで、もう淡々と続けていったわけですね。で、私もまあ、ロングトーンずーっとやってたんですけども、まあ、自分の声と向き合うってやつをやってたんですけども、これも試行錯誤ですよね。なんかこれちょっとこう、心地が良くないなっていうのがあったら、じゃあどうすれば心地がいいのかなっていうのを、こう、ロングトーンなんですけども、ただロングトーンなんですけど、まあ、ごちゃごちゃ言わんと、とりあえずやってみたんですよね。で、毎日毎日やってたわけですよね。そういうので気づけるようになってきたって感じですね。というわけで、実践なんぼしてなんぼですね。で、練習方法そのものではなくて、この自分の感覚っていうものを育てるっていう意識を持つんですね。もう人は責任取ってくれませんのでね、ごちゃごちゃこうアドバイスくれる人はいっぱいいるんですけども、なこと言ったって分かんないんですからね、その人にとっての本当の自分の声みたいなのは。自分の声、まあ、分かんないですからね。だから自分の感覚を信じるっていうの、じゃあそのためにはどうすればいいのかっていうのを追求していく方が結果的に早いと思います。で、喉声を解消したいって話ですけども、喉声も必ず解消できます、これは。で、私も喉声で散々悩んだし、ボイトレやってる間はずっとそれが解消されなかったんですけども、結局ですね、これも、まあ、これで解決したんですよね。クソ地味な方法なわけですね。というわけで、まあ、そういう練習方法についてはメルマガとかでもシェアしてますし、
まあ、いろんな、まあ、メルマガの中でも結構いろんなコンテンツとかね、シェアしてますので、実践してもらえればいいかなとは思います。ただ実践しなかったら、できるようになるわけがないので、まあ、それは やってみてどうかなっていうところですね、うん、で自分の感覚に合わないんだったらやめて他を探してもいいし、ただ突き詰めないでやってみて、あれもこれもってこうね、こうつまみ食いしてもなんかあんまりしょうがないなって感じはしますね、うん、ちょっともったいないなっていう、まあもったいないなっていうか、まあ、もったいないことしまくってたんですけど、うん、一個突き詰めてみると、そこがベースになってくれるので、それでなんかどっかしらでこう、あ、そういうことかっていうのがこう数年後に分かったりとか、数ヶ月後に分かったりとかってことはすごく多いですね、うん、そうすると結構自信になるんですよね、自分で気づけたっていうんでね、うん、他人からあなたこうでしょって言われてもね、結局なんかとか言って思って結局分かんないんですよね。今できてますよって言われても、え、何がとか、え、分かんないとかね、言ってる状態だとやっぱりいくらできてるって言われても、って感じなんですよねそうなのかなみたいな感じでね、うん、今の確実に今自分ができてるぞっていうのが分かります、必ずやってると。でそこを、なんすかね、そこは必ず来るので、まあ、ぜひですね、諦めずにやってもらいたいなというふうに思います。というわけで、今回の質問については以上になります。ありがとうございました。